2014年を締めくくる罰ゲーム、わらさん本気でやってよ。わらさん俺は関係ねえじゃないからね。わらさんのせいで負けたんだからね。わらさんのせいで罰ゲームになったんだから。じゃあいきますよ。はい、はい、題名テーマ2014年、もう私は誰でしょう。おー、第1問。お、え、おばちゃん、まだ倒れない、まだ倒れない、なんか見たな、あ、私じゃない、あ、タモちゃんだ、タモちゃん、あったね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 、やったね、あったね、ボールじゃなくて男性に体当たりしちゃうっていうね。第2問、来いよ第2問。お、お、あれ、ホンダ、高野花、だいぶキャラ入ってるな。ベイマックスでしょ。ベイマックス、ベイマックス、はい、ベイマックス、はい、はい、あの西武ヶ丘にあるオザム食材全部買い占めたやつだろ。一発だよ。一発だな。ない。ベイマックスかと思った。かぶってくる。わかった。ベイマックス。ベイマックス。オーケー、ありがとう、ありがとう、ありがとう。わらさんどこ行くんだよ、わらさん。なんだよ今の、何今の、今のもショートコントなの。第5問、わらさん、なんだ、ベイマックス、なんか以上です。ありがとうございます、ありがとう、ありがとう、お疲れ様、お疲れ様、ありがとうございました。面白かった、面白かった。俺だけだけつって打ち合わせが違うんだよ。いきなり避けちゃうからさ、わらさん。本気のダメだし。